いや、先生、お久しぶりでございますね。お久しぶりですね。じゃあ、何時間ぶりでございましょうかね。本当だ、10時間ぶりぐらいですね。毎日やってます、この雑談ですけどもね。さっきの撮ってから、まだ6時間ぐらいしか撮ってないですか、これね。ね。パッと寝てですね、私、パッと起きますとですね、なんと、こう、LINE が20件ぐらい入ってたわけですね。おろろろろ。これなんか僕、飛ばしちゃったんじゃないか、仕事とかね。連絡取れないで困ってる人がいるんじゃないかとか。なんか何かあったんじゃないかと思って、うん、こうパッとね、つけましたら、うん、LINE を開きましたら、はあ、うん、ほぼ全部 J リーグチームのお知らせね。ブラワレッツ、栃木 SC、相模原、ね、うん。私ほとんど登録してますから、ブラブリッツ、秋田ね。ああ、週末がやってくるんだなと思いました。なるほど、ね。ほぼサッカーのお知らせでございましたね。あと、うん、シカゴピザ&ビア。うん、ブッチャーリパブリック豊洲、ね、あとワンピース、ね、以上です、ね、企業系だけじゃねえか。なんでしょうね、これね、誰からも来てないのと同じですよね、これね。もう一回寝ようと思いましたね、その時ね。世の中私を誰も求めてないのかなってね。そんなことないよ。私の財布を開かそうとするものばかりでから来てね。それも一人ぐらい入れてくださいよ、これと思いますね。本当だな、そんなサッカー漬けの日々を送っているわけでございますけれどもね。はい。さあ、今日の話題はね、先生がこれはね、うん、収録前にこれは話したいと思ってた。うん、ね。何ですか？はい、うん。ユーロの話ですね。ユーロの話をしたいということ。はい。うん、いや、この間、まあ、今年のね、夏にだからまたユーロを行われますけど、はい、ユーロ2024。変な間があったでしょ。ユーロでボケようと思ったんですけど、出てこなかったんですね。何にも。ねえ、ニューロ光しか出てこないんですけど、ちょっとつまんねえなと思って。残念だな。ちょっとつまんねえなと思ってやめました。はい。はい。そうなんですよ。デムーロ騎手も考えたんですけど、よくは知らないし。ね、その奥行けないからと思って。そうか。はい、まあ、行われるということなんですが、はい、決まったんですよ。何ですか？そう、ユーロの組み合わせ、どこが出るのか。そうですか。はい。はい。要請とかもう終わってるんですな。そう、ちょうどこの間終わりまして。はいはいはい、うん。最後のいわゆる枠が残り3つが決まりまして、はい、ちょっとその話をしていきたいなと思います。最後の枠なんか絶対北マケドニアに決まってるでしょ、いつも。違うんですか？でもね、今回ついにというか、はい、初出場のチームが出たんです。あ、どこですの？ジョージア。あ、ジョージアね。うん。はいはいはい。グルジア。今に。はい、そう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 、はい。まあグループ、まあ今回24チームそのユーロ出るんですけど、はい、おー、まあ、24枠目が、ギリシャを倒して出場になりました、うん、ジョージアということになりました。出れないんだ。そうなのよ。おー、うん、ユーロも大変なんだよね、出るのね。そうなんだよね。あ、で、まあ、グループ F というところでトルコ、ジョージア、ポルトガル、チェコというそんな感じになったりしたんですけど、うん、はいはい、ジョージアがマーさん最近すごいんですよ、うん、一時期なかなか勝てないチームなんてことも言われたりしたんですが、うんうんうん、なんかそこから数年経ってなんか気づいたらほぼ全員なんかもともとなんか自国の中でこう活躍されてる方も少なくないチームだったんですけど、はいはい、じゃあもう何、5大リーグにいっぱいいるよな、ジョージア。ほぼ全員そうみたいな。誰がいるんだい？やっぱ有名なら去年のセリア MVP、うん、ナポリのクバラツヘリア、うん、ああ、彼がそうなんだ。うん、ああ、はいはいはい。まあ一番有名なのはここかな。あとはゴールキーパーバレンシアにいるママルダシュビリってのがいたりするんですけど、ここら辺が一番有名どころではあったりするんですが、なんかね、そこら辺がちょっと運が盛り上がってきてるわけですね。そうですね。そうですか。うん、ってのがあります。はいはいはい。でも他のちょっとグループもちょっといろいろ言っていくと、うん、今回ドイツで行われるので、ドイツだけは元から予選メニューですが、はい。で、これグループ A、うん、ドイツ、スコットランド、うん、ハンガリー、スイス。おー、なるほど。ちなみにちょっとドイツって名前言ったからですけど、うん、まず実は、うん、ナーゲルスマンさんになってから、うん、調子いいです。あ、ドイツ代表？うん。あ、そうですか。半年前はどう考えたって死んでましたけどね。今はいいですよ。あららららら。うん、もう一回やりましょう。今 ね、 ね、今めちゃくちゃやりたいですね。やりたいんじゃないですか。いや、それはあるんじゃないかね。喜んでくれるんじゃないですか。いや、まあちょっとなかなかね、両国ともちょっとやってる暇がない。そう、時間がね、だからそうだよ、カレンダーが無理か、うん。あとちょっと怖いよね。これで日本がまた勝ちます、ドイツ負けますってなったらちょっと難しいよね、うん、ドイツにしてはね。まあだからこそね、留飲下げたいっていうのもあるでしょうし、はい。うん、うんうん、
ちなみに良かったのが、結局あの日本戦ではいなかった、あの時体調不良とかだったかな、あの、フィルクルク。フィルクルク、はい。が結局活躍してたりだとか、あとマーさん、結局あの日本戦の時とか、あの、ドイツのセンターフォワードがなかなかいないって話だったんですよね。はい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 。で結局フィルクルクも体調不良だかで来れなくなっちゃってってので、でハフェルスとか出たんじゃないかと思いますけど、最終的にそのフィルクルクともう一人いわゆる救世主が出てきたんですよ。うん、ウンダブ。ウンダブ。あほら、ウンダブ聞いたことあるぞ。と一緒に、おーはいはい。サンジロワーズにいたやつです。トップのやつでしょ。そう。うん、で三笘くんと共にブライトン行ったんだけど、ちょっとブライトンではあんまり出れなくて。で、結局今あの伊藤博樹原口元気とともにシュットガルトでやってるんですよ。あ、そうなんですね。そうで、もともと彼ベルギーにいたけどドイツ人なので、そうで、それでそしたらブンデスリーガーでよりちゃんと出場できて活躍できたから呼ばれ始めてセンターフォワードとしてこう立脚してってので、よかったな、うんだそうね、よかったなと思いますと。へー、はい、そんな感じになっています。そして続いて、グループ B、大変なグループになりました。どこの山だ、スペイン、スペイン、クロアチア、クロアチア、イタリア、アルバニア。わあ、すげえ。ギュッと入ったねこれ。なんでこんなこと起こるんでしょうね。ポッド3みたいなところにイタリアがいるんですか。でもだってワールドカップ行ってないからね。ああ、そういうこと、出遅れてるわけだ。そうだね。わあ、面白いですねここはね。だからスペイン、クロアチアからしたら嫌だよね。おうおうおう、そんなことになってここはだから大変なグループです。アルバニアがもう本当に気の毒でしょうがないですね。やめてくれよってなるよね、ここは、ね。戦ったあのワールドカップではね、そう言われた日本がこう勝ち抜いたわけですから、1位でね。そうなんですよね。アルバニア扱いされてたわけでしょ、我々は。そうなんだよな。そして、今度グループ C でございます。ここも結構だなと思いますけど、スロベニア、デンマーク、セルビア、イングランド。ああ、なるほど。なんかちょっとおっていう感じですよね。イングランドちょっと抜けてる感じしますけど、セルビア、デンマークは強豪ですよね。ここら辺見るのすごいなと思います、ね。偶然にも全部ヨーロッパのチームですよね。ごめんなさい、無理やりひねり出すとしたら。そして続いてグループ D。はいはい。これもやばい。ポーランド。ポーランド。オランダ。オランダ。オーストリア。うん。フランス。おー、なるほどね。ちょっと強いね、ここもね。でもこうなるよね。まあ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 、結局、ね。何グループあるわけですか ?6 グループです。6グループだもん、そりゃなるよね。まあ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 。欧州にはだって競合がいっぱいあるわけだから。そうなんだよね。2つは入るよ、そら。しょうがないね。そしてグループ E。はい。ベルギー。ベルギー。スロバキア。スロバキア。ルーマニア、ウクライナ。ウクライナ。ああ、ベルギーは、ね、抜けれそうな感じはしますけどね。でもだから何があるかちょっとわからないですけど。で、あとさっき言ったくる、イタリアこっちでいいんじゃないかぐらい思ってる人いるでしょうね。ちょっと濃度が。まあまあまあ、あるよね。多分ね、はい。そして先ほど言ったグループ F がトルコ、ジョージア、ポルトガル、チェコというか、みんな。ああ、なるほど。うん。これなんか、あ、ここ出れてないのみたいなとこある？ああ、それで言うとやっぱさっきのギリシャとか。ああ、でもそんな感じか。あとウェールズとかですかね。ああ、ウェールズね。ベイルの。そう。あ、そこ。まあ、ベイルはね、引退しちゃったけども、そこら辺かな。はい。ちなみに、ハーランドは出てんの？ああ、そうだ。ノルウェー出てない。ノルウェーも出てないね。スウェーデンは？スウェーデンもいなかったよね。ああ、厳しい。そうなん、でもあれでしょうね、多分浦和レッズの皆さんからしたらちょっとホッとしてるかもしれませんね。ああ、なるほど、うん、まさにこの間、はい、グスタフソン出てて普通にスウェーデン代表ですごいな、すごいな、うん、だってしかも2試合あって片方がポルトガル戦で片方がアルバニア戦とかだったと思いますけど、ポルトガル戦の方が途中出場、うん、でアルバニア戦の方はスタメンでしたからね、うん、あ、すごいね、すごいことだと。そんな選手がよく来てくれました。本当ですよね。ねえ。だってまずスウェーデン代表今やっぱすごいよ。はあ。この間例えばポルトガル戦のちょっとスタメンとか見てってもはいはいはい。だそのね、グスタクソンは途中出場ではありますけど、うん、他見てってもだって、イサク。イサク、はいはいはい。あと、クルゼフスキ、トッテナム。はい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 。がいたりだとか、あとは、
他にで言うんであれば、あのマンチェスターユナイテッドのリンデルフディフェンダー、ああそっか、彼もそう、うん、とかなんかやっぱりちょっと聞いたことあるなっていう名前が、スウェーデンはいるでしょ、まあね、うん、でもだからほとんど結構聞いたことある名前なんだけど、うん、いやそうなんだよね、残念ながらヨーロッパ予選っていうのはそういうもんですよ、そうですね、イブラカンカンなんじゃないですか、いやそれ、ね、こうなるともイブラ政権が近いんじゃないですか、ね、なってくるかもしれないけどね、そうですか、っていうのも、それもなんかイブラさんって言ったらまずあれですね、はい、キングスリーグのなんかチェアマンみたいなことやってましたね、あいいですね、ああいうショーの方に行ってほしいですね、ねえ、キングスリーグのなんかワールドカップがこれから行われる、へえ、そのキングスワールドカップの、うんうん、を会長に就任されたとのこと、いやいいじゃないですか、それキャラクターもぴったり、うん、葉巻加えてんでしょあの最初の頃のあれでしょフリースタイルダンジョンのあのあれみたいな感じでしょ、いやそんな感じするね、あの奥でタバコ吸ってるなんだっけあれハンニャさんみたいな感じでしょ、ね、そうだろうな、面白い感じでボケてくれるでしょでそのキングスワールドカップはね、あの今年の5月から6月にメキシコで初めてワールドカップという感じで行われる、はいはいはい、もうやってんだね、何人制なんだっけあれ ね7人かな、7人対7人のねフットサル場みたいとこでね、うん、やるアグエロとかも出てましたこの間ね、そうですね、うんうん、あと他にもなんかロナウジーニョとかも出てきたりするの、いやいいですね、うん、はいはいはいっていう感じになってるみたいです、なるほど、はい、まあそんな感じでちょっとね、まあ、さらっと今ちょっとずれましたけど、うん、まあ、ユーロがこれから行われるよと、うん、キングっていうぐらいだからカズさんも見たいですけどそこでね、そうだね、キングスリーグで出たみたいですけどね次の大会の時はちょっとなんか日本からの参加とかもあったね、そうですね、中田さんとか見たいですけどね、見たいな、やってくれるかな、ね、はい、はい、っていうこととかも、はい、まああります、それガチガチ当たる感じじゃないもんね、あれね、そうだね、うんうん、どっちかというとちょっとこのサッカーな感じありますよ ね、あのサッカー、うんうん、連携戦術っていうよりかはね、はいはいはい、まあっていうところですと、うん、まああとまあただ J のね、とこからすればちょっとあんまり関係ないかなと思いますけど、ちょうどそれこそユーロって言われたらまあさ、うん、このほぼ同じ時期に行われるのがオリンピック、はい、オリンピック、あそうか、そう、あちょうど一緒の時やるわけ、そうです大体ね、ユーロ終わってオリンピックになってみたいな感じだと思いますけど、なるほどなるほど、いや楽しめるね、はい、はい、オリンピックのだからその前に行われるアンダー23のアジアカップのメンバーがこの週末と、あと来週のミッドウィークやったら多分発表じゃないかなと思うので、今週どれだけ皆さんこの週末活躍してらっしゃるかっていうところか、なるほど、うん、鍵なんじゃないかなと思いますけど、はい、はい、あとなんかね、我々あの徹底予想チャンネルでちょっと川端さんからもちらっとちょっと話しましたけど、うん、なんかあれなんだってね、何、日本勝ったらホットワン、うん、ああそうなんですよね、なんかもう前回大会のシード権があるから、シードみたいな抜けたらもうね絶対マリの山なんでしょ、うん、絶対入るから、ね、マリとはもう再戦が決まると、はいはいはい、はい、だからあのチーム感も見たんですけど、大岩さんも言ってましたね、もうね、うんうん、マリにあのね雪辱を果たせる、うん、日が来るからねなんつって、うん、言ってたね、今日ねなんつってやってましたけど、ああそうだ、それ見たよ、うん、見た、コクボレオブライアン選手がね、ああいういいキャラなんだっていうのがね、うん、めちゃめちゃ喋ってましたよねあれ良かったです ね、カステラ、カステラ大好きって言ってましたよ、カステラめっちゃ頬張ってたもんね、キャッチーだね、なんかファンになりましたよ ねなかなかああいう姿見ることができてなかったか、いや初めて見ましたよ、うん、あと仲いいね、あのオリンピックチームね、いいよね、なんか今の子っていう感じでね、だったらキーパー同士藤田選手とね、あの野澤選手なんかもすげえ仲いい感じでしたし、やってた ね昔の J リーグなんて初期の頃はもうキーパー同士話もしなかったらしいですよ、やばライバルなんだからね、これもそれそうだよな、これも時代ですねこれね、そうだね、いや本当そのいやもう A 代表以上になんかこうなんていうのかな、つながりを感じましたけどね、あれね、そうだね、うんうん、なんケインくんなんかのね、やっぱりこういじられ度合いとかもなんかすごく良かったですね、うん、そうですね、鼻でみたいなね、うん、あやっぱキャラクターが見えるといいですね、そうですね、うん、あとなんか良かったのがそのほらケインくん主にいじってたのが山本リヒトくんでしたけど、うんうんうん、あの食事のシーンでは逆にケインくんがリヒトくんをいじってたりだとかしてね、うんうん、あのリヒト野菜食べないからみたいなところとか、うん、なんかそういうのもなんか良かった ね何アスパラガスだっけ食べれないって言ってましたね、なんかパプリカかな、食えますよって言ってたけどね何言えないのがいいですよね、確かにね、そうですね、はあはあはあ、うん、
次また今度6月じゃないか。その前にアジアカップ期間でもだから多分上がるよね、きっとね。うん。またチームかも。そうですね。うん。ちょっと楽しみにしたいですね、ここもね。あれは本当ありがたいですね。だから映像もだんだんかっこよくなってきますよね。そうだね。またちょっと楽しみにしちゃうよっていうことですよ。はい。そうですね。うん。うん。ね、寝れないからずっと映画見てたんですよ、昨日ね。はいはい。うん。なんか、また全然隕石が落ちてこないんですよ、そのアメリカンドラマね。隕石が落ちてくるからどうしようかってホワイトハウスが言ってるんですけど、何話見れど落ちてこないんですよ。引き伸ばされてるんですよ、私。シーズン2にいつまにか入ってって話したでしょ、うんうん、ね。どうやらシーズン2で終わるらしいんですけど、うんうん、だんだん全然書けない話になったりしてくんですよ。人間関係のもつれみたいなね、付き合ってた彼らが、彼氏彼女がね、プロポーズの指輪返されたり、うん、返されたりとかね。隕石はどうなってんだっていうのよ。時間がない時間がないとか言いながら、どん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 話長くなっていくわけですよ。ね、政権が変わる変わんないみたいなさ、もうちょっと引き伸ばしすぎでしょみたいなね。もう鬼ヶ島行ってからが長い桃太郎みたいになっちゃった感じ。仲間決めて船乗るまでのシーズン1が人気ありすぎて、うんうん、シーズン2のだからね、鬼ヶ島行く道中がすげえ長くなってる感じです。よくわかる。そうなんだ。猿とキジの口喧嘩とかで2話使う感じです。やば。長いわーと思いながら見てますけどね。寝れなくなっちゃいますよね。かといって隕石早く落ちてこいとか思わないですからね。そうだよね。そういうことですよね。そこまあさ見てるねドラマね。寝れないんだもんだって。そっか。寝れない。いやこう寝れないからこうドラマを選択するっていうのはやっぱ僕はあんまない発想だから。うん、なんかすごいな。見てごらんよ、教えてあげるか見てごらんよ。M リーグとかにどうしても行っちゃうからね。俺ね、ああ、麻雀。うん、麻雀ね。麻雀後ろから見てるの面白いしね、あれね。めちゃくちゃ面白いね。ああ、その戦いを。うん、俺モテるならだってチーム作りたいもん。ああ、麻雀の。うん。それいけんじゃないの、別に。いやー、できるか分かんないけどね。M リーグ参入したいなと思うぐらいですね、なんかね。ああ、そうですか。あれっていうのはチームは誰が持ってるんですか？白宝堂と。あ、こういうやつだ。そうですね。あ、スポンサーってこと？いや、でも、いや、なんだろう、親会社じゃないですけど、そこが本当にチーム持ってやってんすよ。プロ連れてきてっていうところ。ああ、じゃあプロの、 人件費だ、ほとんど。そうだね。ね、別に麻雀牌にお金そんなかかんないでしょ？そうだね。金借りてやるやつでしょ、あれだって。そうだね、そこはね。はーはーはー、サポーターとかもいいの？いますね。あ、そう。そう、この間すごいでかい会場でパブリックビューイングとかやってましたからね。あ、盛り上がってんだ、それ。盛り上がってましたね。キングスリーグぐらい。いや盛り上がってるね、そこまで仕上げましたね、すごいね、すごいなと思う、我々もエポック社の あの針金のねサッカーゲームその5番持ってきたいなと思ってたんですけどね。あんまりみんなやってくんないんだよな、あれ。そうだね、買ったんだけどね、買ってね、行きつけのバーに置いてるんだけどね。なんかみんな興味持ってくれないんだよあんまりね。難しいもんだね。絶対極めたら面白いのにあれね。やってくんないんだよね。いや、そんなことよりみたいなこと言われるんだよね。そんなことより、うん、そんなことより喋ろうよみたいな感じになっちゃうんだよね。難しいな。難しいね。わかりました。はい。はい。というわけで今日は以上で、また明日に続きます。じゃあね、またね。またね。今日もご視聴ありがとうございました。じゃあね。またです。